眠れないあなたのための安眠トーク、本日もゲストに、安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界に誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。こんにちは。それひょっとして、はい、またあれですか、また松任谷正隆ですか。そうですね、私ここに来るまで、はい、車の中で松任谷正隆の話をずっと聞いて練習してるんですよ。だ、その最近気づいたんですよね、はいはい、彼の話し方の音程、はい、この音程が音楽家なんですよね。だから喋り方で音程がいかに重要かって気づきました。あ、そうなんですね。じゃあもう今日かなり期待ができる感じですね。期待っていうできるかどうかちょっと分かんないです。よろしくお願いします。わかりました。でもせっかく松任谷正隆さん練習してきたんですもんね。ちょっとああ、練習だんだんなんか上手になってきたと思いません？まあそうですね。松任谷正隆さんの話をするメリットってあるんですかね。まあいいですね。ちょっと、はい、松任谷正隆ついでに、はい、ちょっと車について聞いてもいいですか。じゃあ、あ、いいですね、はい、ちょうどよかった、さあね、ちょっとあの腕時計でやりましたけど、はい、車、車を1台所有するなら、はい、今持ってない人は何おすすめですか。来ましたね、はい、1台ですと難しいな。はい、独身編いきましょうか。独身男性いきましょうか。はい、これ家族いるとまた変わってきちゃうから、はい、ね、で家族いない独身男性がにおすすめの車1台、ポルシェ911。 おいもうそれもうケチのつけようがないそれ。でもそれしかないじゃないですか。じゃあまだちょもうじゃあもうもうだからせめて400万円以内。あ、400万円以内で、はい、何台選んでもいいっていうことですか。いや、1台。何言ってんの。1台400万円でですか。いや、今の相場で500万円、500万にしようか。500万円台まで、中古の911。できればカレラ4ですかね。4駆ですか。買えないですよね。でも今ね、さすがに、中古でもないですよね、その金額。だいぶ高くなった。似てないですか、今の。ああ。すっごい似てないです。でもずっと練習してきたんですよ。なるほど、なるほど。ね、そうか、そうか、そう。山崎さんどうなんですか、うん、何がですか。もし車を1台。まあ僕ね、聞かれても1台って聞かれても難しいですけどね。だって911でしょ、だって。それしかないじゃないですか。じゃあ逆に聞きたいんですけど、じゃあ独身男性に、はい、911持ってる独身男性におすすめの2台目ってあるんですか。911持ってるにですか。そうそう。僕ね、1台って答えた、聞かれたから911だけど、はいはい、2台許されるんだったら、はい、911を選ばないです、ね。あ、そうなんですね。え、それ聞きたい。一つは、はい、例えば今だったら、一台はジャガーの1960年代の XJ6 のセカンドかな、セカンドモデルかな。うん。あれは一台ちょっとどうせ壊れるんでしょうけどね。どうなんですかね。それ一台欲しいのと、うんうん、あとは最新型の、うん、いやー、でも
ボクスターかケイマンかな。ポルシェの。ポルシェの。ポルシェが好きなわけじゃないですけどね。いやだけど信頼性はないからな、XJ6 って。やっぱり3台は必要になるかなって思いますね。そうするとやっぱり4人必要だし、4人乗れるのはね、必要になってくると、必要的な4台は、いや、実用的な4人乗りは1台は欲しいですよ。ちなみにその XJ6 ですか、はい、それは2人乗りなんですか？4人乗りです。あ、それ4人乗りです。4人乗りです。それいいじゃないですか。4人乗りのジャガーの1960年代後半から、あれは、80年代後半まで続いたんじゃないですか。あの、サードモデルまでありますからね。あれ、なんか勝手なイメージですけど、はい、その昔のジャガーってなんか壊れそうだなって。壊れますね。あれは壊れます。そうなんだ。ええ。壊れけどおすすめ。おすすめないです。絶対すすめないです。おすすめですか聞くの。聞いてんじゃん。ああ、僕が買うんじゃなくて。自分が買うんだったら。自分が買うんだったら欲しいなっていうのは。なるほど。おすすめ。おすすめですか。さっきからだってそう言ってんじゃん。難しいな。バカな人におすすめするんですか、それとも賢い人におすすめするんですか。一般で。バカな人におすすめする車、答えていいですか。ダメ？危ないですね。やば、分かったから。じゃあ普通の人に。いや、ちなみに、まあ、それ気にしないけど、それをね、例えばさ、じゃあ、堀田さんが答えたらそうじゃないですか。はいはい、はい。聞いてる人とか、それ持ってる人とか、ね。あと、旦那さんが、いや、俺これ今度買おうと思ってんだよねって言ったら、もうそれ喧嘩になりますよ、それ。誰と？聞いてる人と僕らで、なんかまあ喧嘩っていうかね、はあはあ、喧嘩にはならないですから、はあ、望むところだぞどすこいみたいな感じでしょ、だってどうしよう。まあまあまあ、そうか、うん、じゃあまあ、まあでもいいですいいです、じゃあ聞こうかな。良くない良くないですよ、お客様なんだからそれは良くない。やっぱりその普通のおすすめいきましょうか。わかりました。普通の人へのおすすめいきましょう、はい、普通の人普通、うん、普通ので車に興味ない人ってことですよね。まずそうだね、車に興味ない人へのおすすめだったら、うん、これもうねちょっと難しいですよね。FR か FF かっていうところも結構難しいところですよね。だってもう普通の人 FR も FF も気にしないですか。気にしないですか。はい、デザイン違うじゃないですか。FF と FR って言ったら。もう僕ね、その、うん、アウディのクワトロは好きですよ。だけど、やっぱり FF のデザイン好きじゃないんですよ。あ、まあ、FF のデザインっていうのは、フロントにエンジンがあって、フロントにドライブがあるから、うん、まあ、ボンネットは本来短くてもいい状態なんですけど、うん、その、フロントオーバーハングって言って、バンパーから前輪のフェンダーのところまでの距離やたら長いんですよ。うん、それで、なんていうのかな、前のドアのね、うん、うん、サイドの前のドアの、うん、ヒンジのところからタイヤがやたら短いっていうのが FF の基本スタイルなんですね。僕、あれが好きじゃなくて、うん、やっぱりそのドアのヒンジからタイヤって距離があった方がかっこいいって。だからジャガーってすごい長いんですよ、それが。それで、フロントオーバーハングがやたら短いのが、英国車の、うん、もう本当理想的なスタイルで、まるで前の、前に馬を引き連れたら馬車みたいな感じで、うん、フロントノーズがすごい長いのってすごいバランスが良くて、だからデザイン的に好きなんですよね、FR がね。なるほどね。だから僕におすすめって聞かれても、そうなんですよね。だから FF 消えちゃうんですよね。FR になっちゃうのかな。なるほどね。ええー、だからそうなってくると、でも今のメルセデス、ちょっとデザインもな、あんまり良くないし、BMW だいぶ良くなってきた。鼻がでかいの賛否両論だったけど、あれ多分、うんうん、広角レンズの写真で撮られるとかっこ悪くなる車なんですよ。うん、だからパンフレットで見るとかっこ悪いんだけど、実物すごいいいですよ。新型の。うん、M4 とか。BMW の M4 とかは、うん、おすすめの1台かなっていうか、僕が欲しいかなとは思いますね。ただ、現代の車ってね、うん、一
長一短っていう簡単な言葉では終わらせたくないんだけど、うん、あの面白みないんですよ、うんうん、でやっぱり車を乗る走る所有するってこの3つに長けてるのは現代の車じゃないんですよね、うん、どうしてもあの所有するって言ったら自分の愛車って、うん、愛する車っていう、はい、うん、意味合いが入ってないと、うん、せっかく自分のお金を投資して買うんだから使い捨てやレンタルみたいな感じじゃもったいないじゃないですか、うんうんうん、だから長く所有できたらきっとカーライフは楽しいんじゃないかなと思うんで、うん、今の現代の車でおすすめするの難しいっていうのが正直なところですね。なるほどね。いや、ただね、自分が乗ってて思うのは、うん、やっぱり自動運転楽この間京都まで行ってきたけど、はいはい、もう本当にね、あの楽です、あ、そうですか、そうでしょうね、あれがないと高速道路乗れなくなっちゃいましたね。そうするとポルシェ911いいなって言っててもね、あのちょっと前のポルシェは自動運転ついてないんで新型しかもう選択肢なくなるのかな。え、でも新型ついてるんですか。新型つきましたようやく、そうなんだ。そうですね、ポルシェに運転差しつんですね。自動運転も、まあ、あれじゃないですか、サードステージだから、手を添えていれば、ある程度の軌道は、まあ、保ってくれる。スピードと軌道と、あとは前走る車を追尾してくれるっていう、段階まで来てますね。ああ、そうなんですね。へ、ね、そっか、ね。え、じゃあ次に、はい。子供いる人。子供いる人ですか ?3 人。あ、そうですか。だから旦那さんと奥さんと子供一人、はい。911ですね。もうそれこそ911ですよ。子供は、いやもう先回りして言いますけど、子供は一人で乗る、習慣をつけた方がいい、うん。うん。それで必要とあらば、奥さんが後ろに潜り込んでっていうことで、背の低い女性と結婚して911。あの、狭いかどうかっていうことよりも、一番911の後ろに乗ってネックなのは頭なんですよね。頭上高が低いんで、はい、背の低い女性か、座高が低い女性と結婚しないとダメですけどね。でも、そう、子供はね、いるんだ、まだ、小学生のうちまでは911で、ぴったりハマります、はい。で、しかもいいところは、チャイルドシートいらないですね。え?いらないですね。そう。うん。もうチャイルドシートを、してないことがバレないです。そんな理由。あ、そうなんです。まあ、後ろの席見えないですもんね。まさか子供がチャイルドシートなしで乗ってると思ってない。警察も。ああ。ええー。そっか。はい。ピポン、すっぽり収まるから、うん、あの、シートの中に、あの、スポットって。なるほど、ね。そっか。もちろんチャイルドシート乗りますけどね。ポルシェの純正のやつは。あ、乗るんですか?乗ります、乗ります。あの狭さね。乗りますね。売ってるんですよ、あれ。びっくりした、僕も。そうなんだ。ちなみに、あれですか、その、子供が、高校生の、でっかい男の子がいる場合はどうですかね。うち、中学生もいるんですけど。まず、もし、お父さんと一緒に車乗って行きたいっていうような、うん、状況が生まれるようなことが、そういう幸せな状況が生まれるんであれば、うん、子供のために買い替えてもいいかなと思うんですけど、うん、中学生から大体高校生って、うん、まず反抗期っていうのもあり、一緒に乗りたからないっていうこともあって、911って本当理にかなってて、で、もし仮に、じゃあ反抗期を超えて、またお父さんと仲良くなるって言った時には、もう免許持ってたり、ああ助手席に乗るから、はい、だからもういつ、いかなる状況でも911になっちゃいますよね。結局911なんですね。つまんないですけどね。本当はアストンマーティンとかね、うんうん、ベントレーコンチネンタルとか、まあ、ジャガーの、うん、まあ今 XK ないのか、4シーターで、そうそう、だけど行きたいんですけど、うん、維持費がちょっと高いじゃないですか。911って維持費そんなかかんないんですよ、あれ、ポルシェって。あんま高くないんですよ。
へえ。ノートかとか載ってる人とかはちょっと、って思うぐらい高いですけど、ノートとかね。いやいや、うちも高級車で、どすこいとか言ってる人、アルファードとか載ってる人とかは、いや、911に比べたら、それはアルファードの方が安いですけど、いや、ごめんなさい、それはちょっとね、安い。そこまで安くないです。ごめんなさい。なるほどね。いやー、ほんあ、そうですか。あ、でも、そうです。いいですね。松任谷正隆さんの喋り方、よくわかんなくなってきちゃいましたけどね。でもなんか、今結構、結局911だもんね。911を買えばいいんですよね。まあ、そうですね。これ女性におすすめって言っても結構変わらないです。あ、もう女性はフィアット。フィアット500。うん。で、アバルトを選ぶ方はいらっしゃるけど、はい、アバルトってね、面白いんですけど、うん、長持ちしないです。壊れますね。あ、そうなんですか。だから、フィアット500をおすすめします。うん。ちょっとデザインがね、ちょっと残念なところあるんですけど。で、デザインといえば、最近のプリウスがすっごい良くなりましたね。あ、そうなんですか。だからあんまりデザインのことは言いたくないけど、日本車のデザインの悪いところって言ったらね、ボディはかっこいいんだけど、タイヤの、フェンダーアーチがちっちゃすぎる。まるで豚、足の短い豚みたいな感じになっちゃってて、タイヤが大きいのってコストがかかってやっぱり価格が上がっちゃうじゃないですか。だからそんなんで、まあ、タイヤが大きいと値段が上がる理由っていうのは、タイヤが大きいと乗り心地が悪くなるので、ブッシュとかサスペンションとかすごくいいやつに変えなきゃいけないんですよ。だからそんなんで、それを全部やっていくと、車体剛性とかも本当に一流のものを入れなきゃいけなくなるので、まあ、ヨーロッパ車並みに高くなってくるんですよ。ドイツ車並みにね。そういうのってレクサスに任せたりとかしてるんで、一般の日本車っていうのは、基本的にはそこまでできないから、少し、タイヤをちっちゃく。で、そのタイヤがちっちゃくなると格好悪くなるので、それでごまかすようにフェンダーアーチにちょっと黒く塗ってるのが最近の、主流になってきてるんですけど、で、クラウンは、ちょっとそこが、残念だなっていう感じなんですけどね、プリウスは、まあ、ハンマーヘッド形状のデザインがものすごい合ってて、あれ売れるんじゃないですか。だからむしろ、あれが売れるんじゃないですかっていうよりも、間違いなく売れると思うので、逆に思うことは今まで、なんであんなデザインにしてたのかなって。あれ、プリウスって、今6代目でしたっけ？だから5代目のデザインって、ちょっと目が近すぎるんですよ、ライトがね。左右のライトの間隔が近いと、ちょっと目が近い人みたいになっちゃってて。あれが人気ない秘訣なんじゃないかなと思うんですけど。よく思うのはね、僕ら素人じゃないですか、デザインにおいては。その素人からしても売れないかどうかってわかるのに、なんでプロのデザイナーって、わざわざ売れないようなデザイン出すのかなっていつも思うことありません？そうですね。アクアとかね。あんな、もう少しかっこいいデザインにすればいいのになぁと思うんですけど、あれわざとデザイン悪くしてるんですかね。なんかそんな気にもしますよね。ねえ、そうですよね。なんかヒエラルキーみたいなのあるんですかね。これ以上売っちゃダメだみたいなね。いや、売っちゃダメだってことないけど、車に、だから、なんて言ったらいいんだろう。ほら、よく先生が話してる。車に興味がない人だと思われたものが得だと。そうだ。あ、それだ。本当かな？いや、そんなんで。いや、それだ。それしか考えられないです。だって本当デザインの勉強を積んでね。おいでデザインを僕らなんかやれば何回もやっている人が。なんていうのかな。優れたデザインってやっぱりバウハウスデザインじゃライカじゃないけども、ライカやアウディじゃないけど、引き算のはずなんですよ。で、その引き算じゃなくて足し算のデザインって、すぐ古くなるんでね。だから、その次の時代になると、古くなったから新しいの欲しいってなるじゃないですか。でも、ポルシェみたいな、ああいうデザインって、古くならないんですよ。新しい、次のデザインが出たとしても、自分のポルシェを愛車って思えるんですよね。あれって、無駄なデザインが入ってないからなんですけど、日本車ってなんかこう、歌舞伎役者みたいな顔してる車多いじゃないですか。やたらとんがってたりとか。はいはい、そうですね。なんかかっこよく見せようって思って。
ている、イケてないコンプレックスを持ってる人が、ちょっと奇抜な洋服を着てるような、うん、あんな感覚を持ってるデザインが多いなって思いますよね。だから本当に実力があるんだったらそこまで頑張らなくても普通のシンプルなファッションでもいいわけですよ、うん、だけどコンプレックスを持ってるっていうことでちょっと奇抜にしなきゃいけないっていうことがまたその洋服とかを長くそのテイストで着れない理由なんですよ。時代ごとに変えなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、それと同じような日本の車のデザインによく見受けられるなと思うんだよね、うんうん、だ今回のだからプリウスなんかはトヨタのアイデンティティですかね、うん、あのハンマーヘッドデザインってクラウンとプリウス共通のヘッドライト周りのデザインでしょ、うんうん、であのプリウスはすごく良くなったと思って僕一台欲しいなと思います、うん、あれはなるほど、ね、できればなんか最後まで松任谷正隆が今回突き通しましたね。そうですね。なんかトゲがあるような話しませんでした。ね、うん、ね。なんかね。まあ、よく微妙な話してましたけどね。してましたっけ。ノートはどうだって言ってましたけどね、悪口。ああ、そうです。ノート環境に優しいですからね。なんかお相撲さんのアルバードとかって言ってましたけど、ね。ああ、お相撲さん、日本の伝統のね、スポーツですからね。はい、はい。いいか。はい。まあ、きっとでもまあ、皆さんはね。寝てるから ね、 ね。そうですね。夢の中で。ギリギリセーフです。刺されてください。はい。